どうもーチュブです昨日行われた、えー、ライジン28のちょっと感想を話していきたいと思います。18年ぶりに東京ドームということで、えー、かなり会場、えー、盛り上がってました。まず1試合目からドミネーター・山マ選手と、えー、ベイノワ選手ですね。まあ、この試合は ウェイナー選手、あの、総合格闘技初めてっていうことで、で、山津選手はディープのチャンピオンで、えー、格闘技、総合格闘技もベテランだと思うんで、まあ、どうなるのかなって。ちょっと体重は、えっ、ー、と、適正より重いんですよね、多分。あの、山津選手の適正よりも重い階級でやったんで、まあ、その辺の、 パワーの差とかはどうなのかなと思ったんですけど、まあ、感想としては、えー、ベイノワ選手強かったなと思いました、はい、山田選手は結構、まあ、作戦的には多分組めばあのいけると思ってあのやってたと思うんですけど結構組んでもあのベイノワ選手パワーもあってしっかり、まあ、シンプルな対応なんですけど 対応してたんで、まあ、山田選手相当疲れたしんどい試合になったんじゃないかなと思いますね。ああやってずっと組みつくってすごいスタミナ使うし、まあ、自分もそういうタイプで結構試合とかやるんですけどあの疲れる気持ちはすごいわかるんで,で山田選手もあのディープとかで言うとあのストライカーなんであんまり自分からこう ゴリゴリに組みに行くタイプではないんですよね、普段は。ただ、こう、今回は、あの、ベイノワ選手はもう打撃が、打撃の選手で、組がが穴なんじゃないかっていうことで、あんだけ組みに行ったと思うんですけど、やっぱスタミナ的には相当きつかったと思います。そうですね、ベイノワ選手は、まあ、もうちょっとこう、際の部分とか、こう、 もうちょっと意地悪にこう、そこ詰めたらいいのにっていうところが何回かあったんで、そこで詰められてたら、山本選手、もしかしたらこう倒されるぐらいだったかもしれないって自分はちょっと思いましたね、そこ、もったいないなっていうシーンが何回かあったんで、なんで、これからウェイナー選手、すごい総合、一生懸命やるならあの、すごい楽しみな選手だと思いました。 えー、第2試合が、えー、スラリオ選手とシビサイ選手のヘビー級の試合でした、えー、結果は3ラウンドでシビサイ選手がチョークで一本勝ちでした、えーまあまあ、ヘビー級なんで自分とまあ練習とかでかぶることとかもないですしただシビサイさんは僕昔練習したことがあってパラリスト東京に行ってる時に柔術 練習したことはあるんですけどやっぱヘビー級だしもパワーが全然桁違いでまあ僕だと何もできない感じだったんですけどまあお互いヘビー級なんでちょっと迫力のある試合になると思って見てましたでストラッサー選手が YouTube でえースラリオ選手に「俺と試合やれ」っていう感じであのちょっと話題になってた。 選手ですね、まあ、体重全然違うんですけどやったら結構面白い試合だったんじゃないかなって思ってますはいで1ラウンド目の最初は結構両方プレッシャー強くてもう何ですかねどっちか当たったら倒れそうな感じでシビサイズ選手が最初テイクダウン狙いにいったんですけどそれでスラリオ選手が倒されずにまたそこで 持ちこたえてっていう感じの展開で結構1ラウンド目ですごいお互いに消耗したと思うんですよねなんかでまあ2ラウンド目以降ちょっとこうまあお互いちょっと手数少ない感じで展開もちょっと少ない感じだったんですけど3ラウンド目あの渋沢選手がタックルからテイクダウンして、えー、パウンド歯からパウンドでバック取ってチョークで決めてました、まあ、やっぱりあの背中 1>, 1回つかされると、まあ、スダリオ選手は多分寝技、まだそこまで対応しきれてないのかなっていうのはちょっと思ったんで、やっぱ、シビサイ選手の方がそこはしっかり今までのキャリアの差が出たんじゃないかなと思いました。はい、で、次が3試合目が、斉藤選手と、えー、ケラモフ選手の試合でした。結果は斉藤選手の、えー、2対1の判定勝ちということでした。 斉藤選手は、あの、昔から練習もさせていただいてて、もう、すごい強くて、本当に、何が、そうやって、自分が思う斉藤さんのすごいとこは、えっと、スピードがまず速いですねあの。フェザー級って僕より、あの僕の階級から言ったら、3つぐらい上の階級なんですけど、多分僕、全然速くて、練習やっててもで、ついていけないぐらいスピードも速いし、 であとはこう決めに行くこう <laughs> あのまとめ方まとめ方がすごいうまいですこう聞いたと思ったらもう一気にこう仕留めにいけれるっていうその強さが、まあ、練習の時からやっぱりその厳しさがあるというか気を常に抜いてないというか一瞬もこう気が。 抜かれてないって、まあ、みんなそうだと思うんですけど、でも特にそれが際立ってるんじゃないかなって思います。で、まあ、ケラモフ選手はあの映像とかで見たんですけど、やっぱすごい体強くて、あの一発もあるし、結構寝技も、組み技もしっかりしてるなっていう感想ですごい強敵だなと思ってたんですけど。 1> えで1ラウンド目は1ラウンド目ですね最初にファーストコンタクトで斎藤さんが蹴った瞬間にケラモフ選手が右ストレートをこうバチンと合わせしに行っててでもあれ当たってなかったんですけどあれ当たってたらやばかったっ倒れるぐらいの,あのタイミングとパンチだったんですけどやっぱそれ当たんないのもやっぱ斎藤さんも反応いいと思うし。 でもあの瞬間に強いなって僕は思ってもうやっぱその後も結構斎藤さんの蹴りに合わせてる感じのタックルとかも全部斎藤さんのローとかにカウンターで合わせてたと思いますねで斎藤さんの蹴りってすごい速くてこう合わせたりするの難しいと思うんですけどもうそれにバンバン合わせてたし 1>, 1回1ラウンド目でこう投げた時もすごいやっぱパワーを感じましたねあんな投げ方できるっていうのはすごい強いなって思いましたで2ラウンド目はちょっと若干ケナも選手疲れたかなっていうのが見えてまあ斎藤さんの方がこう結構優勢に進めてた感じがしますで やっぱパワーる系の選手ってこう後半弱ってくる人が多いんであの1、2しのいで3ラウンド競り勝つみたいな感じが僕はいいんじゃないかなと思ってたんですけどでも3ラウンド目も結構ケラの選手強くてあの結構斉藤さん何回か。 テイクダウンされてたんですけどでもテイクダウンされてたんですけど斎藤さんはずっとその後止まらずにあの立つ動きをずっと動いてたであのでケラモフ選手はそこからなんかフィニッシュにこう一本に繋げたり KO に繋げたりっていう動きができなかったですねあの多分そういう風に手を離したりしたらあの立たれちゃうんですよねなんでこう抑えるのに必死で 立た,す立たせたくないから攻撃ができないみたいな状態で,で下になってる時間とかあの斎藤さんの方が多いから結構判定とかではやっぱ斎藤さん負けたんじゃないかなっていう意見も多かったんですけどまあ判定基準って団体によってちょっと違うんですけどまあ僕は斎藤さん勝ちであの全然おかしくないなと思いました。 まあ本当にすごいしんどい試合だったと思いますけどやっぱ気持ちの強さとあと冷静さと齋藤さんチャンピオンらしいあの強さだったと思いますはいじゃあ、えー、4試合目ですね4試合目が元、えー、谷選手と岡田選手ですね、えー、結果は元、えー、谷選手の判定勝ちでした元谷選手はもともとディープの ディープっていう団体のチャンピオンでディープではフライ級も、えー、バンタム級も2階級チャンピオンになってるでライジンでも活躍してる選手ですね特に決めが強いなって自分は思ってましたねはいで岡田選手はシュートの元気のチャンピオンで、えー、っと何でもできるオールラウンダーの選手だなと思います で岡田選手は、まあ、自分がボクシングを教えてもらっているトレーナーさんのとこにも練習い行ってて、まあ、そこでちょっとあの、まあ、直接会ったのは数回なんですけど、まあ、何回か話したりしたこともありますで。トレーナーさんもやっぱ岡田選手パンチもあるし強いよって言ってたんでやっぱすごいいい選手だと思います。はい、で内容的には ウンド全部通して打撃の展開が多い試合だったんですけど僕が見た感じだと元谷さんはパンチを振ってそこから首相撲に持っていって膝蹴りを打っていくっていう感じの,あの作戦だったのかなと思いましたで岡田さんはまあパンチ中心のそうですねトータルでこう勝とうっていう感じがしたんですけど ちょっと見てて、やっぱ力的には、あの、フィジカル的には岡田選手の方がちょっと強い、層には見えましたな、見てる中で。なんで、まあ、すごい接戦で、えー、本屋さんが勝ったんですけど、まあ、自分的には岡田さんもっと、もうちょっと組に、自分が組みに行って、こう、上取って、 テイクダウンして上取ってっていう展開の方が打撃多めに付き合うより良かったのかなっていうのはちょっと思いますでもすごい接戦でいい試合でしたはいで5試合目が、えー、春日井選手と大木久保選手の試合でしたで春日井選手はヒートのチャンピオンで大木久保選手はシュートのチャンピオンで UFC のトーナメントとかも出てて でライジンでも何度も試合されてるので皆さんよくご存知かと思いますけど、えー、結果は大木久保選手の判定勝ちでした内容的にはですね2人とも組が強い選手の印象ですまあ大木久保選手はこう打撃でいうと左の蹴りから結構作っていく左のミドル左のハイインローとか前足の蹴りがすごいスムーズに 出る感じの選手だなと思,う思いますで春日井選手は打撃の印象そあんまりなかったんですけど試合見てあのストレート最初に2回ぐらい結構いいの入ってたんであの結構パンチ結構効いたんじゃないかなっていうように見えたパンチもあったんであの打撃だと。 の展開だとちょっと分かんないなと思ったんですけど、大木久保選手がこう組むとやっぱり組み力に差があって、で、久保選手の方から組むことが多かったと思いますで、えっと、テイクダウンしてからは結構差があるというか、まあ、久保選手、抑えとかすごい強いと思うんで、春日井選手、動こうとしたり。 立とうとしたりしようとしてたと思うんですけど結構それがもうできる感じがなかったですねで、まあ、1から3ラウンド通してそういう展開でもう大木條選手盤弱っていう感じの内容の勝ち方だったと思いますでファンタム級トーナメント1回戦第6試合が、えー、石渡選手と、えー、井上選手の試合でした 結果は、えー、井上選手の1段ド KO 勝ちでした。まあ、一生さんは本当にもう自分が、ずっとですね、自分もあの一緒に練習させてもらってで今はちょっと一緒にはしてないんですけど、えっと、ずっと練習、練習一緒にしてるっていうか、僕のまあ、兄貴兼、コーチ兼、みたいな、こう、 人生においても思想的な感じなんですけどまあでも年は1個僕の方が上ですごいみんなにどういう関係って言われるんですけどまああの本当に僕のすごい尊敬する人ですで塩谷さんは第2代のキングオブパンクアシストで防衛も5回やってるもう本当にこう接戦5ラウンド判定で負けたことないみたいなもう 本当に接戦も強いし、技術的にも精神的にも本当にすごい選手ですね。対戦相手の井上選手は、UFC でフライ級で何試合かして、また階級上げて、今バンタム級で、ライジンで日本で活躍している選手ですで。年齢、すごい若いんですけど、スピードもあって、結構パワーもありそうな体してるなと。 思いましたねで今までの試合も本谷選手を決めたりして、決めとかもあの強いなっていうのは思ってました試合内容はまず始まって、えー、結構遠い距離であのパンチ当たんないぐらいの距離で蹴りの距離で結構最初やってたと思いますで、まあ、井上選手のジャブも当たんないぐらいの距離だったんでまあ 今までの試合とか見るとジャブでもバンバン差しがっていくっていうイメージが井上選手はあったんですけど、塩谷さん、それより長い距離であの戦ってたと思います。で、最初、井上選手が入ってきたところにですね、塩谷さんの右のカウンターがちょっと当たった感じに見えて、それで井上選手よろけて、 で、その後もう一回右のパンチ当たって、詰めていくとこで、石装さんの左の打ち終わりに、井上選手が、えー、それと合わせて、その後まとめて、井上選手の強勝ちっていう感じの内容でした。 さの試合だったと思いますで井上選手が倒れることもあっただろうし実際フックでも効いてたんで僕は、まあ、勝手な僕の予想では右フックで一緒で命慶応勝ちするんじゃないかなって僕は思ってたんですけど、まあ、井上選手は、まあ、打たれ強いのかなっていうのを思いましたね。 そうですね自分的にはすごい残念な結果になっちゃったんですけど、まあ、石渡さんのこの試合に対する取り組みとか姿勢っていうのは、まあ、僕は近くで昔から見てたんでもう本当に誰よりも練習するし誰よりも格闘技を真剣にやってる人でもう知識もすごいしもう選手が多分みんな尊敬するような。 選手だと思います石渡さんに勝ったってことは僕もこれで井上選手このトーナメント優勝候補大本命なんじゃないかなって思ってます、えー、バンタム級トーナメント1回戦の第7試合が朝、えー、倉海選手と渡辺中斗選手の試合です、えー、結果は朝倉選手の1段の KO 勝ちでしたで で内容的には、最初からこう渡辺選手が片足タックにどんどん入っていって、で、浅倉選手はそれを切って打撃をするっていう、まあ、予想、まあ、予想通りというか、まあ、2人の得意な分野が多分真逆で、朝倉選手は打撃が強いし、渡辺選手は組んでやりたいっていう選手だと思うんで、その予想通りの展開になって、 でも、渡辺選手、何回もテイクダウン、結構、入りはいいタイミングで入ってたと思うんですけど、浅倉選手、腰も強くて、バランスも良くて、なかなかテイクダウンできなかったですね。で、一回、こう、ちょっとバック取りかけて、あの、惜しい場面もあったんですけど、そこもしっかり向き直って、そこからまた、え打撃、効かせて、最後は上へ、 取ってパウンドで蹴勝ちでしたでまあ浅倉選手あのすごい何でもできるようにどん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 試合ごとに強くなってるっていうのは思いましたで渡部選手はもう作戦的には多分それが一番いいと思うしあの自分の強いところで勝負しようっていうのはよく分かったんであのこれも いい試合だったと思いますで、8試合目が、えー、ワンマッチで、えー、ムサエフ選手とサトシソーザ選手の試合でした、まあ、僕の予想的には、まあ、ムサエフ選手勝つんじゃないかなと思ってたんですけどサトシ選手が結果はサトシ選手の1ラウンドの一本合わせでした サトシ選手、柔術すごい強くてで、僕は思ったんですけど、打撃とかもすごい、柔術家なのに、パンチもすごい、警報できるパンチあって、タックルもすごい早かったんですよね、最初見たときに。それで、なんかその柔術家だけど、なんですかね、ちょっとイメージの柔術家と違うというか、こう本当に。 何やっても強い選手だなっていう。感想です。はい、じゃあ第7試合の試合内容からいきます。え、<laughs> 最初えサトシ選手がダブルデックでタックルでテイクダウンをいったんですけど、それを武蔵武蔵選手すごいいい反応で。テイクダウンを切ってで、またスタンドに戻って、そこからまた今度は片足タックルにあのさとし選手って。 でそこからもろ差しみたいな形になってサバ折りみたいな感じで倒そうとしたんですけどそれをムサエフ選手の体はめちゃくちゃ強くて普通だったらあ,の <laughs> あっさり倒れるような体勢だったと思うんですけど全然倒れなくてでその展開でサトシ選手が下になって。 ガードからガードから三角の姿勢に入ってで何回か足組み直して決めてましたあのムサイフ選手体相当強いんで僕寝技そう決まらないだろうなって思ってたんですけどあれをあんなにあっさり決めちゃうっていうのは サトシ選手のその決めの力って本当にすごいなって思いました。で、次は第9試合。ナスカワ天心選手と、えー、3人。大崎選手と広谷選手と所選手の試合でした、まあ。ルールはボクシングであの3分1ラウンドでっていう1人。 で3人当たっていくっていうすごい変則的な試合なんですけどこれ僕応募してましたはいで僕も天心選手と試合東京ドームでそのできるならやりたいと思ってあのツイッターで対戦相手募集しててで YouTube でもやってたんであの僕もちょっと候補として応募してたんですけど でみんなにこう「X うちくんでしょ」みたいな言われたんですけど残念ながら漏れました、はい、やってみたかったですねはい那須、まあ、川天心選手っていったらもう今すごい人気もあって実力もあって、まあ、そんな選手とこう試合できるチャンスって多分そうないと思うしまあそもそも僕競技も違うんであの交わることは絶対ないと思ってたんですけど なんかこれちょっとチャンスじゃないかなと思って、うん、あの、手あげてみました。はい。えー、内容は、一段度目が大崎選手で、結構、あの、ぼ、ま、ちぼちやり合ってたと思いますね。やっぱり、あの、天心選手って、すごい何でもできるし、強いと思うんですけど、蹴りがむちゃくちゃ速いと思うんですよね。で、映像で見てても、 これ絶対反応できないなって蹴,蹴られたらもうどこ飛んでくるか分かんないだろうなみたいなスピードで蹴ってるんでやっぱ蹴りがあるとないでやっぱ天心選手の強さって結構パンチだけでもめちゃくちゃ強いですけどやっぱり蹴りが入るともっと怪物だろうなっていうのは思いましたね大崎選手はあのしっかり練習してて普通にボクシングうまいと思いましたはい で2段目は広谷選手で、広、ま、谷、あ、選手は体格的にだいぶ天心選手とは体重質差あるんで、こう、ガード固めてですね、こう、こう詰めて、フック、大きいのを振っていくっていう感じのスタイルだったと思いますで、でも、僕が思うには、あんまりガード固めていくスタイルだと、選手、 天心選手ぐらいのスピードがあると、僕もやろうと思ってたんで、あの、自分なりに、こう、対策とかもちょっとしてたんですけど、僕だったら、あの、ガード固めてよりも、こう、もう同時に、天心選手が入ってくるタイミングで、もう同時に相打ち狙いしかチャンスないかなと思ってたんで、受けてから返すじゃちょっと、当たんない。 だろうなって思ってて思ました、はい、相打ちしか当てらんないだろうなっていうのは思ってましたはいでまあ平デ選手も固めてたんですけどやっぱりスピード的にちょっと差があったし一回聞かされてたと思いますはいで最後は m i x は所選手でしたね、まあ、所さんは MM a の練習とかも一緒にさせてもらったりしてて 所さん、どっちかというとストライカーというよりはまあグラップラーというか、う決めがすごい強い選手だと思うんですけど、まあ、やっぱ所さんもこの天使選手とやれるチャンスってそうないと思うし、多分僕と同じような気持ちでやっぱやるって言ったんじゃないかなとは思うんですけど、まあ正直僕がやりたかったかなっていうのはあるんですけど、 でも、まあ,あのすごい天心選手はしんどい試合だと思いますね、3ラウンドでもう相手一人ずつ変わってで、ルールもキックがない、ボクシングでっていうのは、天心選手はまあ体重も違うし、本当に大変なことをやってるなって、すごい尊敬しますね、そういうところはやっぱりあの意識がすごいなって、そう、なんか自分の。 何ですかね、こうなかなかこう自分が強くなるとかこうボクシングセカンドチャンピオンになるとかっていう考えだけだとそこまではちょっとやらないと思うんですけど、まあ、もっと大きな目線で格闘技見てるのかなっていうのはすごい思ってすごい選手だなと思いましたはい、はいえー、次はメインですね第10試合メインで朝倉未来選手とクレベル選手の試合です でした。えー、これは自分もちょっと勝敗予想、あの、YouTube 第1回目の自分の更新でやらせていただいて、朝倉選手の1ラウンド KO 勝ちを予想したんですけど、結果は、えー、クレベル選手の2ラウンド1本勝ちでした。見,見事にこう僕の予想は外れちゃったんですけど、まあでも、な、内容的にはまあ、予想してた、 内容には近かったかなと思うんですけど、まあ1ラウンドは結構、浅倉選手も、結構クレベル選手入ってくるときにやっぱカウンター上手いし、あの動きも相手の、浅倉選手すごい相手をずっと見てて、こう、全然目を、ま目をつぶったり、まあみんなしないようにと思ってるんですけど、実際それをやるのってすごい難しくて、 でも本当にすごい相手を見てて、で、カウンター合わせるのすごい上手いと思うんですけど、まあ、あの試合でも実際そうやって相手の動きを見てやってたと思います。で、えっと、クレベル選手が思ってたのと違ったのは、やっぱ、すごい打たれ強いなっていうのは僕は思って、結構いいタイミングで打撃とかもらっても、 1>, 1回、聞いたような感じは見えたんですけどあの、全然倒れる感じはしなかったですね、で、あと四つ組が予想以上に強かったですね、結構1回、四つからもテイクダウン投げてたんで、浅倉選手、腰重いなって思ったんですけど、ああいう投げ方をしてて、まあやっぱ、組んでも。 組んでもっていうかスタンドの組も強いんだなってすごい改めて思いました。はい、で打撃の展開から組の展開になって、まあ、1ラウンドはクレベル選手を引き込んで下から三角とか狙ってたと思うんですけど1ラウンド目はこう浅倉選手しっかり対処してたんですけど、まあ、2ラウンド目入ってまた 打撃の展開は、ちょっと朝倉選手しっかり見て戦って、クレベル選手からこう組みに行って、最後、クレベル選手が引き込んで、下になって、で、朝倉選手もこう、1段止め同様にこう、抜こうとしたんですけど、それでも三角の形、残ってこう、取られちゃって、で、最後、決められて、 一本負けっていう形でしたね浅川選手、まあ、最近の MMA であの下から下になるってもう基本はない、まあ、自分から下になるっていうのは昔は結構あったと思うんですけど柔術どっちかしか技知らなくてあの下の人がかけるっていう時の時代の話だったと思うんですよねで今だともうみんな ある程度知識もあるし技術も進化してるんであの基本はもう下にならないっていうのが MMA ではまあ今はあの普通だと思うんですけど、まあ、クレベル選手もサトシ選手もですけどやっぱ下から決めれちゃうっていうのはもうすごいなと思います本当になんですかね MMA ちょっと今やっぱ柔術ブーム来てるというかこうまたグランド 寝技が強い人の方が有利なんじゃないかっていう感じにちょっと変わってくる兆しもあるのかなって思います。はい。本当にすごかったですね。クレベル選手、あと気持ちもめちゃくちゃ強いですね。あの、こう全然ひるまないし、こう、なんですかね。喧嘩強いなって感じの選手だと思います、もう。はい。朝倉選手は、 キャリア的にはそんなにな多いわけでもないし、あの、何ですかね、アウトサイダーから出て、で、ディープとかも多分1試合ぐらいしか出てないと思うんですけど、ソッカー大臣出て、あの、すごい活躍でどんどん乗し上がっていったっていう、もう本当に、普通の格闘家となんか違うっていうか、 まあ、昔、浅倉選手が出てる大会見たときに、一番声援多いのああ浅倉選手なんだって思ってて、こう格闘技以外のことも、何でもこ,うこなすっていう、すごい選手だなって思います。はい、なので、まああの、負けてしまったんですけど、まあ、年齢もすごい若いですし。 まあ、頭はすごい良さそうだし、まだはまだ強くなると思います。格闘技やるなで、人気もあるし、こう、見たい人も多いと思うので、まあ、個人的にはまだ格闘技やってほしいとは思っています。はい。はい。雷神28の、えー、感想はこんな感じです。自分の。で、次は雷神29が6月27日に大阪で、えー、あるので、 それも、なんか、注目カードを予想して、えー、あとは、感想とか、やっていきたいと思ってます。ありがとうございました。